はい、こんばんは。こんばんは。モンキーフリップサルチャンネルです。はい、今日も明るくやっていきます。そうですね、うん、いつも通りね。はい。今日は、まあ、11月の半ばに撮ってますけど、はい、11月に入ってきたばっかりのですね、はい、グラスコードをご紹介させていただこうかなと思います、はい、うちで取り扱ってるグラスコードはまあいろいろあるんですけど、まあ、SNS とかでもご紹介させていただいてますけど、ディフューザーっていうブランドのですね、はい、グラスコード、うん、ディフューザーっていうあのブランドはですね、結構こうイタリアンレザーとかどこかとコラボしてこうちょっとこうジビエ、まあ、熊革とか、ね、はい、今まで鹿革とかのグラスコードを、はい、売ってたりとか、もともと従来のこうグラスコードの、まあ、デザインをちょっとこう覆すようなじゃないですけど、そうですね、攻めてますね。攻めてますね。変わった色合いとかが多いので、うん、牛革使ってる割にこう茶色とか黒とかだけじゃなくて、うん、結構明るい色合いのものが多いんですけども、うん、ちょっとそちらのですね、ディフューザー の今回はグラスコードのですね、まあ、牛革とかではないんですけど、繊維系のグラスコードをご紹介させていただこうかなと思います。はい、はい、まずじゃあ今回はこちらにある3本ね、こっちからご紹介していきたいと思います、はい、これは、エドツインブレスコード2ですね。2、はい、まあ、もともとこのパターンの、はい、グラスコードあったんですけど、まあ、これが人気があり2番目が出たっていう感じなんですけど、はい、まあまあ、ブレスコードって言ってる通りに、これまあグラスコードとしても使えるしブレスレットにもなるっていう、あのこう1本で2度お得みたいな。なるほど、はい、まあ、おしゃれさに特化した。そうですね、はい、結構ファッションナブルな。そうですね、可愛いですしね、この色合いとかも。福井県で作ってるっていう、まあ、メガネもあの福井県で、ね、あの有名なんですけれども、はい、まあ、なんと同じところで日本で作られているブレスコードになってます。ちょっと一見こう、まあ、糸なんでその和風になりそうかなと思いきや、はい、割にこうモダンテイストといいますか、組紐みたいな感じでね、その江戸時代のそれをモチーフにして使ってるんで、こう、はい、なんていうネジ、二色の紐をこうねじってるようなデザインになってますね。そうですね、可愛いですね。可愛いな。はい、これまずあのエドツインブレスコード2ですね。はい。じゃあ次に僕がですねご紹介させていただくのが、グラデーションダイインググラスコードになります、はい、こちらですね。で、見て分かる通りこうグラデーション、一つの紐にこう2色の色合いがこう混ざったようなグラデーションの、グラスコードになるんですけども、はい、これはですね京都の、まあ、伝統技法であるかすり染めっていう一つの紐にこう2色をこう手仕事でですね染色するっていう、まあ、あの伝統技法が使われてて、これもちょっと和っぽいんですよ。そうですね、一見ね、一見ね。で今回あの2人とも和っぽい感じのをご紹介させていただいてるんですけども、で和っぽいんですけど、まあこう節々にこうメタルパーツのアクセントだったりとか、あのそういうのを取り入れることによってこれもですね、まあ、伝統的でもありちょっとこうモダンな仕上がりになってるので意外とこうつけやすいですね。全然取り入れやすいですね。そうですね、色も5色ぐらい、5色4色ぐらいあの種類はあるんですけども、まあ、中でもこう当店ではですねあの3本に限定させていただいて、あのまあ、ターコイズとホワイト、レッドとホワイト、ブラウンとライトブラウンみたいなこう2色で、3針ですね、はい、3針の、仕入れさせていただきました、はい、ディフューザーの中ではこうちょっと変わった
ですね、またちょっと珍しい感じ、ね、そうですね、あの新商品にはこっちの方はなるので、うん、結構こう毛色が違ってまたいいかなと思います、うん、皮だけじゃない感じがありますよね。皮がもともとグラスコードではディフューザーはね、流行ってるじゃないですか。まあ多かったですよね、バリエーション的に、はい、うん、こういうちょっとこうないポリエステルだったりとか、うん、シルクだったりとか、あの結構使ってたりするので、はい、この辺のグラスコードもおすすめかなと思います。こちらがエドツインブレスコード2になります、はい、結構あのこういうメタルパーツとかもついててスライドできたりとか、うん、あの女性でもこう使っていただけるようなあの商品になってますね。結構紐が太めなんで、うん、そう、紐太めなんで結構こうインパクトとしては抜群かなと思います。はい、じゃあこれちょっと腕に巻いてみてください。はいはい、はい、ちょっと今度ね、はい、手にブレスコードなんで巻いてみました。ね、かわいいですね、はい、かわいいですね、まあ、なんかあの今私ちょっとなんか銀座のアクセサリーとかつけてますけど、うん、相性がいい感じかな。そうですね、寒くなってきて、冬って暗っぽい、ね、うん、服とか増えると思うんですけど、うん、まあ、なんかそういう時でもこうちょっと映えるかなっていうのはありますけどね、可愛いな。ちょっとプレートもね、プレートも、ね、効いてますね、うん、おしゃれさが結構スライドできるんで、好きな位置に、まあそうですね、動かせますね、動く、はい、はい、好きな位置に、うん、はい、手にも巻いてみてください。はい、はい、こっちがですね、グラデーションダイニンググラスコードになります。はい、こんな感じでかすり染めで白から白色から赤色にグラデーションしてるんです、ね、そうです、うん、でこれがちょっとこうアクセントが効いてたりとか、うんうん、結構こう見栄え的にもおしゃれな感じ、こう垂れ下げてもこう首元のアクセントになって可愛いかなと思います。これあのパーツ、メタルパーツなんですけど、あの左右でこうメタルパーツがあることによってちょっと長さというか、あの紐の長さが違うので、このメタルパーツ分ちょっと長いんですよ、こっちの方、うん、こういうメタルパーツもちょっとこうモダンなテイストとして取り込んでいるので、うん、結構こう和っぽさだけじゃなくてちゃんとこう現代のデザインとして使っていただけるといいですかね、この、はい、なんで結構おすすめです。はい、はいはい、皆様いかがだったでしょうか。ディフューザーのですねグラスコード、そうですね、グラデーションダイニンググラスコードと、うん、エドツインブレスコード、ブレスコード2段目ですね、はい、こう割とディフューザーはこう店頭にあの置いてあるとやっぱりこう、うん、反響がいいというか、そうですね、もう見た目からしてこう目を引きますしね、なんか可愛いし、そうですね、これ本当にあの今回あのご紹介させていただいたのはほんの一部で、うん、結構あの牛側のケース、うん、ロールケースだったりとか、まあ、いろいろこう種類があったりとか、ね、たくさんまだまだあります。そうです ね、またこれからも続々入荷していくと思うので、はい、ディフューザーはぜひ要チェックしていただければなと思います。プッシュしてますね、プッシュしてます、はい、はい、ぜひ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 、はい、モンキーフリップサルチャンネルのご登録とグッドボタンよければお願いします。お願いします。ではまた、ではまた、はい、いつか、いつか、はい、じゃあねー。